桃型駆逐艦は日本海軍の二等駆逐艦、同型艦4隻、磯風型と同じく1915年度計画で建造された駆逐艦。84艦隊整備案の中型駆逐艦として、対象4年度から対象5年度で4隻、総額556万3256円の予算となった。前型のカバ型が急増のため桜型の図面を、 流用したのに対し、本型は新規設計となった。1915年7月10日に、佐世保海軍工廠と舞鶴海軍工廠へ2隻、ずつの建造訓令が出され、川型ほど急がれずに気候から6ヶ月、内し12ヶ月で完成した。基本計画番号 F27、同時計画の磯風型を小型化したような艦型となった。 従来の二等駆逐艦ではしのげなみ性の不足が問題になったので、選手楼の還元を高くして、フレアを増し、原則に丸みを持たせて、水はけを良くした。また、選手楼を長くし環境もできるだけ後方に置いた。この艦首形状はその後の二等駆逐艦や一頭駆逐艦では、ミネ風型以降にも採用された。本型は、線形と推進効率が良く、 完備波が大きく立たないので、野戦に有利と言われていた。機関は、桃、菓子が、漢本ンン式衝動タービン、ヒノキ、柳は、ブラウンカーチス式タービンを搭載し、出力はカバ型の約1.6倍の16,700馬力、速力も31.5ノットに向上した。なお従来のタービンは、海外設計のものを国内で製造していたが、桃、 カシノタービンは初めて完成本部の設計となり、もも、カシノタービンは横須賀海軍工廠で、柳は佐世保海軍工廠で、木の木は川崎造船所で、それぞれ製造されている。また形式は直結タービンであるが、巡航タービンが備えられ、ギアを介して連結されていた。艦は全部が艦本式小型艦2機、後部が同大型艦2機となっている。 兵装は、巨雷発射艦に三連装発射艦を、初めて装備、2機6門を搭載し、イソ風型と同等の来撃力を持った。手砲は12センチメートル砲3門を装備、イソ風型より1門少ないだけだった。巡航後は、同型艦4隻で、第15駆逐隊を編成、カバ型8隻に続いて、地中海へ派遣され、船団護衛任務についている。は除籍後に、 満州国海辺警備隊営場とされ、海となった。しかし、太平洋戦争が始まり無償対応の形で再び、日本海軍が使用した。桃型は4隻からなり、4隻で第15駆逐隊を編成した。佐世保鎮樹布石の桃、歌詞、ヒノキ、柳で編成。山彦型駆逐艦からなる仙台が、大正2年4月1日に解体されて、 以来の三代目の第15駆逐隊となった。佐世保陳述所属の川形駆逐艦すべてが第2特務艦隊に招集されて地中海に遠征していたため、しばらくは佐世保に留まったが、大正6年12月12日に地中海で戦団護衛中の第2特務艦隊へ編入されている。大正7年4月1日、スケチンの駆逐隊は、 第21第30までの番号に揃えられたため、第24駆逐隊に改称した。後半は中国大陸での活動が長かった。昭和12年5月31日、白露型駆逐艦開封が竣工し、第24駆逐隊は海風以降に竣工する、白露型駆逐艦と交代することになり、この日をもって桃型駆逐艦は駆逐隊より離脱した。 所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り、各艦の艦歴は各艦の項目を参照。ありがとうございます。